はいではね、そろそろサッカーも語ってくれとコメント欄で言われそうなのでやっていこうと思います。欧州サッカーの序盤戦を振り返るプレミアンドラリーガということで、いや、ちょっと NBA の方のね、伸びがいいんで、申し訳ないけどサッカーはこれぐらいの頻度になっちゃうかもしれないです。伸びてきたらもっと流すかもしれませんと。で、プレミアリーグ序盤戦に関しては、やっぱ怪我人が出てきたよねっていう。 やっぱりあのーワールドカップとか南米選手権とか欧州選手権とかがあると知ってなどうしても怪我がちになっちゃうよねということでロードリーとウーデゴウーデゴでもワールドカップ欧州選手権出てたっけ出てなかったような気がするんだけどでまあマンチェスターシティもちょっと でもまあ、でもリバプールが今勝ちすぎてるだけかなっていうであの、リバプールのスロットっていう監督、あれかなり優秀っぽいというか、ただ今のところまだ弱いとこしかやってないという、強いとこって多分マンチェスターユナイテッドとあとチェルシーだったかな、やってたの。それぐらいで。 まあだからリバプールこれから試されていくのかなと。で、シティに関しては怪我人は出てるんだけど、ここはまあ大丈夫です。それよりもあの、115の財務なんとかってやつ大丈夫ですかっていう。エハーランドがもう出たがってて、レアル・マドリッドがお金を用意してるって噂じゃないですかっていう、本当にもう。いやー。で、えっと、で、シティの方は多分それで2部か3部に降格された時は出ていくんじゃないかなと思いますとね。えほとんどのメンツが。はい。 その時にいろいろこうね、取っていけばいいんじゃないですかと、リバプールとか、チェルシーとか、アーセナルとか、例えばあの、ドクとか、ベルナンシールバーは多分、バルサでももういらないんじゃないヤマル君いるから。で、あ、そっか、ラリーガの方から話していくか、もう完全にこれ、バルサが独走状態に入っているんだけど、ここでハーランドが出てくって言ったら、バルサも多分欲しがってるんだけど、330億円いるって話で、リアルからそれだけ用意してるっていう。 で、レアルは多分センターフォワードタイプを欲しがってるから、ただここの問題ってムバッペとビニシウスがばー、ダダかぶりなんだよねっていう。それで攻撃面でちょっと停滞している。で、ビニシウスが出るんじゃないかという噂もちょっとあるから。ゃその時にビニシウスを取れるチームってどこですかって、やっぱり300億ぐらい出さなきゃいけないんだよね。で、そんなお金出せるチームっつったらユナイテッドか、チェルシーか、シティか、 ぐらいじゃないのかなまあ、バルサは手出せないし、PSG も出せなくはないのかなうん。で、その中で多分一番可能性高いのはユナイテッドじゃないかと思いますね、と。で、バルサはハーランド取りに行くときはもうフェランとかあの辺整理して、で、また未来の放映権を売って、とかってやるんじゃないのかな、と。まあ、バルサはね、正直なところカンテラ出身の選手を揃えておけばいいんだから、補強ポイントって右サイドバックとかその辺なんじゃないのかなあと左ウィングか。 で左ウィングも多分おそらく2個が欲しいんだろうから、で、2個が取れなかった時に三笘君を取りに行くのかなと。はい。で、アトレティコ、なんかピンとこないな、ここ。うん。え、もう5杯もしてんだ。調子良くないな、これ。うん。えっ、ー、と、ここ確かフリアン・アルバレスと、あと、ギャラガーか、を補強して、で、どうなったかっていうと、うん、いまいちと。 で、ビジャレアル、オサスナ、ビルバー、この辺よくわかんねえな。試合見ねえもんな、この辺は。あ、ソシエタここまで落ちてんだ。あ、ジローナすげえやべえ落ちてる。あれこれ首位争いしてたよね、今日ね。で、こうやって見ていくと面白いなっていうのが、セビージャとか、あとベティベティス結構上来てるようで、まあそんなに上でもないか。で、ソシエタさ、やっぱ戦力だいぶメリーノとか誰か抜かれたでしょ、センターバックとか。 まあ、その点できちんじゃないのかなと。で、久保くんもこの冬出るかな出ないかな多分、サラー次第だと思うんだけど、サラーが、あの、どこだっけオイルマネー、サウジアラビアかあの辺に行くんだったら、多分、久保くんがリア、リバプリ行くのかなうーん、ただ、シティが2部、3部降格した時に、ジェレミー・トクとか取ってきたら、もう久保くんいらないとかになっちゃうからな。まあ、シティ次第ですね、と。はい、で、次、えー、っと、 これすごいな。バレンシアって今こんな弱いんだ。へえ。だってバレンシアって、ラリーガで4番目か3番目ぐらいのチームだったでしょだいたいつも。あれだいぶ弱くなったよねって。今あれガジャとかいるんでしょガジャぐらいしか知らないんだけど。はい。で、セビージャに至っても、えー、っと、誰だったかなアルゼンチン人の187ぐらいあるウィングの選手。あれも出ていったって話だし。 まあ、ラリーガーってもう全体的にレベルの地盤低下がひどいですよね、これ。だって実質、バルサ、レアル、アトレティコぐらいでしょ、競争力保ってんの。で、オサスナがこの位置に来てるのももうおかしいんだよね。オサスナってそんなに名門じゃないでしょ、ここ。うん。だから、20年前、10年前までそこそこのチームって言ったら、ベティス、それかセビーチャー、ソシエト、デセルタ、で、バレンシア。 ディポルティーブ・ラコルーネも上がってこれないんだよね。うん。ということで、プレミア見ていきましょう。こっちのはね、多少追っかけてるんでわかりますよ。ノッティンガンフォレストなんで勝ってるんですかと。得点争いしてるのが一人いますね。名前覚えてないんですけど。で、チェルシーの方はこれ、あれ、パーマーがいいんでしょかなり。うん。パーマーがハーランドよりも確か得点アシストの数が多いとかって話で去年と今年入れたら。 だからチェルシーこっから上がっていくんじゃないのかなと補強次第でそのチェルシーに抜かれたウォルバーハンプトンもボコボコですねと今このチーム勝ちようがないんじゃないのかな勝つ勝ち筋っていうかでブライトンは新しい監督になって戦力補強もがっつりしてかなりあれお金使ってたはずでで思ったよりは勝ててはいないんだけど去年ほどは負けてはいないとでトッテナンホッポスパーは相変わらず不安定 で、ここのホットスパは三笘くんとか久保くん取るっていう噂もあるようなないような気がするんだけど、多分ないと思う。だって、あそこはマイキー・ムーアとかいうのが出てきたんでしょう ?17 歳の、うん、ハイライト集出てきたけど、はいはい。だから、三笘くんとはどこ行けばいいのか、あ、それよりもアーセナルだよね。アースナル、富安、あ、ここ今、クズス狙ってんでしょえー、っと、ウエストハムの。 ウェスターのクズさん、あれ、確か、デュエル率が攻ともにかなり上位。タックル数が1位じゃなかったかな、全世界で。うん。だから、アースナルは取るのありだと思うんだけど、トロサールの後がまらしいんだけど、下手したらこれ、マルチネッリあたりのポジション取るんじゃねっていう。左利きだから左はできないっていうの、それ久保君ぐらいのもんだから、アントニーとか。で、あとはホットスパーは、どうなんでしょうね。と、アストンビラは、うん、徐々に落ちてきてんな。 で、フラムとボーンマス、これ監督がいいんでしょ、どうせ。<laughs> ニューカッスルもあんまり上に上がってきてないな。お金あるのにね。で、ブレントフォールドもこれ監督いいんでしょ。っていうか、この辺確かね、ユナイテッドあたりボコボコしてるんだよね。ボーンマスは確か、アーセナルかどっかやってなかった。シティかどっかを。で、ウェストハムは思ったより上がってなくて、エバートン、クリスタルパレス。あ、ここ初勝利決めたのか、鎌田君とこ。 で、あとはよくわかんないなと。やっぱり NBA ばっか見てるとサッカーのことがわかんなくなってきますねと、本当に。いやー、困ったもんですよと。うん、だって NBA って毎日試合がありますから、それを追っかけてて、今日の感想、明日の展望とかやってたら、いやー、知識抜けてきますよっていう。で、まあ、実際のとこ、アーセナル、冨安くんがまた怪我をして、で、あ、そう、リバプール、遠藤が出れないでしょ いっそのことね、ナポリ全部買っちゃえばって、遠藤、富安、三笘、久保とか言って。で、クバラツヘリアを200億ぐらいで売れば200億超で、どっか。俺、クバラツヘリアとビニシウスね、ユナイテッドが取ると思ってんだよね。だって今ユナイテッド両方ともいないでしょ、ウィングまともなの。ガルナチョとディアロはあれ、トリポテ枠だし、まあ活躍はするんだろうけど、 でも優勝候補のウィングとして育成をするというのもいかがなものかという。ということで即戦力が欲しいということで、えー、っと、右、左、真ん中どこでもできるクバラツエリアと、左で今世界最強のビニシウス。まあ、それを取ってくれば、このムバッペ・ビニシウス問題が丸く収まるんじゃないんですかというね。えー、ベンズマもなんか言ってたけど、あ、ベンズマなんか言ってたね。ムバッペ9番やれとか言って。 ということで今日はね、欧州サッカーの序盤戦を振り返っていきましたと、最近見てませんね、あんまり。では。